なんでしょう、僕もともと子供の頃海外にいたせいでして、まず自分が何者かを説明しなきゃいけないときに、結構歴史を踏まえないと理解してもらえない。逆に日本に帰ってきてから、なんでこの国はこうなんだろうってやっぱり疑問があったときに、確実に答えを与えてくれるのがまあ歴史ですよ。あるいは自分はどんな風に生きていきたいかなって思ったときに、いろんなエグザンプルを、例を与えてくれるのがまあ歴史でしたので、歴史を学ぼうっていうよりも自分が欲しいものを学んでいったら結果的に歴史にたどり着いたというか。僕今生方先生おっしゃってたことで、思い起こしたことがあるのは、なんか中学校ぐらいの時に海外から留学生が来てて、その面倒を見るホスト役になった時に、なんで侍はいなくなったんだっていうことを聞かれて、それを説明するですけど、理解してもらえなかったんですよね、なかなか。で、明治維新のことを説明したら、あ、民衆が侍を倒したんだみたいな、いや、倒したも侍や、どういうことや分からんみたいな。だからやっぱ日本ってすごく特殊な、海外、世界的に見ても珍しい歴史を歩んできてるってことと、この歴史ってやっぱ地続きで、今にある習慣とか風習とか、もしくは考え方とか思想とかっていうのも遡っていけば何か起点はあると思うんですよ。で、その起点を描くことによってかえって現代の問題とかが浮き彫りになりやすいかなっていうふうに思うんで、やっぱ必ず現代に通じてますからね、道が。その歴史から当時の常識をどうやって現代に翻訳するかっていうのは結構悩みますね。特に戦の国は全部の武将に共通する要素を洗い出していった時に、道路建設っていうのがあってですね、やっぱり初期は道路がなくて、後半に行けば行くほど大量の人間がこう移動できるんですけれども、当時の道っていうのは基本明かりないし、舗装されてないし、雑草すぐ生えるしっていうところをどうやって味わってもらうというか理解してもらうというか、この頭に入れておいてもらわないと、そんな何万人もいるんだから一気に攻めればいいじゃんって思っちゃうんだろうけれども、道がないから進めないんですよ。道とかも今なるほどなって思ったんですけど、なんかそこって武将の性格も、武将というか大名の性格もあって、なんかこう閉ざすタイプやったら道を潰すっていうか、わざわざ発展ささないですし、その思考が道に現れていくっていうのはすごくわかるし、例えばこう歴史詳しくない子に武田信玄の、武田家の勢力図見せたら、なんで美濃攻めへんねんみたいな、こっち側のが近道やんって言うけど、いや無理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 っていう話がやっぱあって、僕自身はあえて結構現代的な感覚を持った主人公をあえて歴史の中に放り込むことで、その人間がいかに浮いて、現代人の感覚とどう違うんかっていう差異を見せるようにはしてますね。主人公が現代的すぎるみたいなことを言われることもあるんですけど、やっぱり読むのは現代人なんで、あえてフィクション的に持ち込むことによって余計にその時代が分かりやすいっていうことは意識してます。これはもう、全く賛成というか、もう昔ながらのやり方でもあると思うんですよね。講談の時代からその当時の民衆が理解できるキャラクターを通して当時を偲んだり奉ったりしてたと思うんですけど、だから難しい、その塩梅っていうのが難しいんだろうなって思いながら、いつもちょっと悩みながら書いてますね。はい、今日はすごい大変面白く読ませていただき、ありがとうございます。僕はどちらかというと、もう現代的な思考を通してやはり過去を学ぶべきだろうとやっぱ思いますので、過去の歴史を学ぶ最大の良い点というのは繰り返さなくていいってことだと思うので、悪いこと、戦国武将のいい面ばっかりが伝説、講談的にも広がりつつありますけど、上杉謙信とかめちゃくちゃやってますからね。戦国時代の武将を書いてやっぱり思ったのが、平和になってよかったなっていう足軽目線とかから見たら、多分相当いい迷惑やったやろうなっていうことがあるからねえ、日本中どこかでいつも誰かが殺し合いをしてるって、なんか正常じゃなさそうに見えて、実は人間の本質ってそっちが正常なんかなって思わされるぐらい、性悪説じゃないけど、みんなちょっと意識してっていう、だから今の平和っていうのも決してなんか普通に訪れてるんじゃなくて誰かがやっぱ作ったもんやと思うし、うん、これからも自分らが一人一人意識していかなあかんことなんでしょうね。本当に戦乱が、強まっていく過程でやっぱりこう人間性も変わっていくじゃないですか。で豊臣時代、徳川時代になるとこの人間性をどう軌道修正しようかってことがやっぱ主題になっていくんだな。特に織田信長なんてもう自分から狂気に走っていかないと生き残れないっていう。この戦の国を見てても生方先生が描かれる信長って多分常人であるんだけど常人でいたらダメやっていうように、まあ、自己暗示みたいに欠けていってるし、あるじゃないですか。でそれがまあ敦盛の間にこう挟まれていってる中で自分をどんどん追い込んでいって、うん、演出していって、で多分最後で義元の首を見た時にふっと自分を取り戻すっていう、あの瞬間がね、戦国時代ならでは、まあ、本当にあっただろうなっていう緊張感を感じさせてもらいましたね、読ませていただいて。はい。やっぱり当時宗教的な、力ってやっぱ人間をまとめる力とまとめた後一斉行動させる力っていうのは非常に有力だったんだろうなと。特に戦国時代ってそもそもちょっと常識が違う村とかを束ねなきゃいけないわけだから上位概念を持ってこないと、あっちの名主はこう言ってあっちの名主はこう言ってってもうまとまらなかったんじゃないかな。皆さんがパッと思ってる時の百姓とか村とかってすごい、なんていう従順な、まあ、虐げられたものみたいに思われてるけど、そうとかでこうなってる村とかって結構恐ろしいもんで、落ち武者狩りの時とかで10人に300人とかで襲いかかりますからね。だからね、なんか一つのところになんかまとまりっていうのは強みであり恐ろしさであるなっていうのは思いますよね。一方でその宗教的な権威がすさんでしまったり耐えてしまったところっていうのは非常にニヒリズムに走りやすいんじゃないかな。ある種の自滅主義になっていくというか、はい、もうその自分たちの国をどうこうしようとも思わずひたすらこの略奪方向に行ってしまう人たちはやっぱりいるな。徹底的な略奪さえすればいいんだっていうところにはいかないようにセーブをしていったのがやっぱ戦国武将なんだろうと思うんですよ。それもすごい究極の指導者ですよね。周囲を殲滅する覚悟を持たないと身内を助けられないっていうそれが行き過ぎると豊臣みたいに身内も殺しちゃうみたいな。相手の領地を奪うだけじゃなくていろんな、奪うというか受け継ぐというかして時代に持っていくっていう、その連鎖が、まあ、歴史歴史自体がそういうもんですけど、戦国時代はそれがもうすごく速いペースで行われてるんやなっていうのを、誰かが何か発見するとすぐみんなそれ真似しますもんね。そう長槍とかあっちゅうまで広まりましたすごいですよね。どうやってみんな伝達してたんだろうと思うぐらい、もうそのためのその生産体制から輸送体制、あるいはそれを使用する時のその訓練の体制まで瞬く間に作っていきますからねなんで怖い民族なんだと思いましたけど戦後の日本見ててもやっぱちょっと感じるとこあるから、ね、島国だけに一回取り込んだもんをバーッと発展させて模倣していくのにはいいんでしょうね。それこそ信長なんかは、まあ、終わりで良かったですよね。やっぱ僕は発掘調査とかしてましたけど、弥生時代の終わり近辺で作られた土器っていうのはもうあっちこっちに流れてますから、終わりってもともとそういう土地柄やったんやろうなっていうのは、なんか僕はやっぱこう今回敦盛つながりかなと思いましたね。敦盛のその信長流の解釈って凄まじいものがあるなんてやっぱり思いますね。仏教的な生命の尊重とか自分自身のそのね、人生の短さ、儚さを体験するための歌が、恐ろしいほどの刹那主義になって、ある種すごい平等主義なんですよね。みんな武将刹那主義なんですけど、そこをもう逃れずに受け止めたような人間がいまだに名が残ってるような人たちなんかなって、その中の究極がやっぱ信長なんかなっていうふうには思いますね。信長ってこの時代になってこんだけ研究が進んでいまだに人格が僕も分かんないですねこの優しい人がこんなことすんのかっていう、子供の名前の付け方一つとってもちょっとあ、どっかネジ一本飛んでるんやろうなっていうふうな感じはしますし、うん、そうですね。僕も桶狭間以降の信長の思考をたどれって言われると何考えてるか分かんない人になっちゃいますね。でも今回の久秀のこの有名なくだり、このなぜ許すかっていうところ、すごい解釈がこれすごくある種のスタンダードになるんじゃないかっていう、バッチリハマってると思うんですけど、いやなんかもう無理やり資料をこじつけてやりましたまあけどやっぱ久秀と信長ってまあかなり似てるっちゃ似てますよ。宗教に向き合い方とか似てるなと、信長の変なバランス感覚ってありますね。目指すことも知ってるし、他国どころか、京都の中心にパッと行っちゃう感性も持ってますし、朝廷とも付き合うし村人とも付き合うしみたいな。だからさっき上方先生おっしゃったように平等なんでしょうね、信長って多分。下克上ってある意味究極の平等主義ですからね。戦国時代の方が本当の意味の実力社会ですよね。本当にこう物理的にも精神的にもこう上手を行く人間にみんなが従う、さもなくばみんな路頭に迷うっていう、切迫感がすごかったんでしょうね。僕戦国時代に生まれたらまあまあ強い勢力に下って生き延びるタイプですねああ、面白い視点ですね。誰の下でなら働きたいかっていう。深田先生誰ですか？誰かな、ホワイト企業的な人は明智かなと思うんです。ああ、ぽいですね豊臣途中からブラックに転身するんで怖いなと思って豊臣政権の堺代官ぐらいの感じでいさせてもらえるんやったらありがたいですね逆にこの人の下で絶対働きたくないって人いますはあ、僕ね、いっぱい多分戦国時代いっぱいいると思いますけど、僕細川忠興嫌かなめっちゃ苦手なんですよ。アレルギーがあってアレルギーなんかすごい神経質そうな調べたらところが神経質な人の下にいたくないなと思って、みんな神経質なんですけど誰が嫌ですか？使えるやったらですか？上杉謙信の我が道に付き合えっていうのちょっと共感できるならいいんですけどね。結果的に家康とかってやっぱ一番いいんかもしれないですね。天下取ってバランス感覚、信長とはまた違った、本当に凡人もケチなとこはあるけど、天下取るだけはあるバランス感覚があったりとかして、ちゃんと認めてもらってますしね。関西人なんで家康は DNA 的に嫌いなんだけど書けば書くほど家康いいやつやなって思ってしまうんですよね。資料なんだかんだこいつちゃんとしっかりしとるなって思ってしまうっていうのがさっかりなって思ったことですね、家康は。歴史ものに触れる方法ってたくさんあると思うんですね。研究とかノンフィクションとか小説でいこうって思ったきっかけって何かあるんですか？僕ですか？僕一時期なんていうんですか、それこそ司馬太郎先生とか、その巨人たちがこう一度にお亡くなりになってブームみたいなのがこう下がった時にもうすごい好きやった先生方の本が読めへんねやって思った時に、なんか自分で続きを書いてみたいって思ったんですよね。なんか多分鬼兵とかも終わった時にもう二度と鬼兵読めへんのか、じゃあ鬼兵っぽいもんいつか書いてみたいっていうふうにクリエイティブという意味ではものすごく正しい道を歩んでるんですよね。宇方先生はどうですか？僕はなんでしょう、小説を書くっていうことの方が先にあって、何を書くかの中で自分がこういう人間であればモデルケースにしたいなって、ロールモデルにしたいなという人間を書きたいなって。もう最初は歴史ものっていう意識が実はあんまりなくてですねすごく興味深い人物を書きたいっていうだけだったんですけど、どなたか言います？書きあぐねてるというか、そのうち書くぞというかっていう。南北朝が一回やりたいなと思いながら、きつい、その南北朝をうまいこと説明するのがきついのと、やっぱりこうタブーではないですけど、時代背景を説明するのがやっぱ普通に歴史あんま詳しくない方にはすごく難しいかなって僕は思ってますね。南北朝の考え方っていうか、だからあこを描けるようになりたいな、あそこで一作は書いてみたいなって思いがあって、正成とか新田義貞とか第一世代じゃなくて第二世代の桜とかで書いてみたいなっていう、生まれた時からそういうややこしいことが起きてる世代で書いてみたいなとかいう思いはありますね。おお、今村太平記ですって。僕は先生は何かありますか？一時期資料を集めてて、王直っていう人がいて、中国大陸や朝鮮半島やタイとか、あるいは日本からも人を集めて海賊作っちゃった人で、共和国を作っちゃった人で。最後中国に殺されちゃうんですけど、なんか歴史時代版カリビアンオブパイレーツみたいなアジアの中でその多民族の共和国ってなかなかできそうでできないんですね。日本自体がそうだったっていうこともできはできるんでしょうけれども、なんででしょうね、アジアでできないのは。いや、産方先生とこうやって初めて僕お話しさせてもらったけど、産方先生ご存知でした？僕は野生時代で産方先生に一回呼んでもらってるんですよ。第7回ですかね。やっぱ大賞出なかったんですよ。あの時に僕いたんですよ。幕末の人斬りが西南戦争に行く話、郵便局員になってみたいな。郵便局員だです、あれ僕です。いやでもすんげえ上手くなりましたね。よかったよかった。マジですか。こうやってお話できるのはすごい今日楽しみにしてて、ほんまに天気でしたね。新人賞を持って落ちて教えてもらってっていうのが、いやでもすごい嬉しいですね。そうやってみんなそれぞれ書き手一人一人自分を磨き続けているんだなと思うと勇気が出ますね。今日お話できてよかった。なんかそれはもう頑張ってここまで来れましたというご報告です。もうそろそろ負けてられないなっていう火がつきました、おかげさまで。いや一度ぜひこうズームじゃなくてお会いできるの本当楽しみにしています。こちらこそぜひぜひ本当に楽しみにします。